裏、えー、浦和が4231というフォーメーションで、湘、はい、南が3142というフォーメーションだったんで、はい、だから完全ワンオンワンになったんです全ポジションが。はい、はいはいはい、本当だ。そう。はい、なので、浦和からしたら、そして湘南はボール持たないっていう方だから、うん、じゃあ自分たちでボールを保持しちゃって、うん、できるだけ相手のこのワンオンワンのマッチアップってことをずらす、ずらすなんてことができれば、そうだね。 ボールつなげられんじゃねえのってことを考えたわけです。こんなフォーメーションにもなってますから、4、2、3、1、簡単にずらせたりするんでしょうか。それをやっちゃうのが、まーは皆さん、はいはい、岩尾健さんでございます。<laughs> なるほど。はい、なるほど。はいはい。まあ、ということで、はい、えー、多分ね、このフォーメーション、あの元から浦和は基本4、2、3、1だし、そのも一番多く使ったのはこの3、1、4、2なので、多分完全マッチアップになるってことは、両チームとも分かってたと思うんですけどはいはい。 でも、ボールを奪いたい湘南からすれば、1-0-1の方がやりやすかったんですけど、ボール運びたいっていう風になる浦和としては、マッチアップだと困るわけです。はい、そうですね。そこで、まあ、浦和さんがやったことが、まあ、わかりやすく言えばこれですね。やったんでしょう。はい。要さんが真ん中に、このセンター枠の中に。お、はい、りましてうん、はい そうすると、町の選手、大橋選手って相手を奪う、え、選手が二人いるんだけれども、裏側には、まあ、キーパー西川選手一旦除けば、え、ホイブラーテン、岩尾ショルツって、まあ、ビルドアップ対が3人いるから3対2で、ボールは後ろに回せるようになるよっていうところはあるわけです。はいはいはい。で、それらを、ちょっとね、体現したシーンがありましたので、はい。ご覧いただきましょう。こちらでございます。ドン。はい。こちら。 はい、えこれ何かというと、先制点を浦和が取るというシーンです。なんで、前半19分から20分ぐらいですね。嶋子さんが大畑さんのクロスを左から、ね、そうですね、えー、岩尾さんから大畑さんで、最後は興梠さんが決めたっていう流れでしたね。ねはい、ただね、岩尾さんから大畑さんにボールが行く前っていうところに、ちょっとね、面白いシーンがあったんです、皆さんまさ。やっぱりね、湘南の皆さんももう分かってたのは、 もう、浦和がボールを持つってなったら、岩尾選手が落ちてくるってことはもう分かってた。うん、だから、町の大橋プラス、岩尾が落ちたら、山田直樹選手も、そこのビルドアップ隊にこう、プレスする役ってので入ってきたっていうのがあったんです。はいはい,はいはいはい。さっきってことでは、あの、3対2になるよって言ったんだけど、はい、実際この3対3になっちゃったんですよ、はい、この黄色の一番下のところ。はい,は,いはい。さあ、困った岩尾さん。はい。何をしたのかというと、ご自身でボールを持ちながら、はい、うん 左サイドの大畑選手に、なんか左手ですごい指示出すんですよ。うん、なんとかいけーみたいな感じなこと。上がれ上がれと。そうなんですよ。もしくは、うん、まあ左サイドのなんかそういうなんかデザインプレイみたいなのだったのかもしれないんですけど、ただ左サイド側に指示を飛ばしておきながら、なんか目線は右側見ていて、うん、結局岩尾さんがボール出したのは、うん、坂井日樹選手とかの方にボール出した、うん、ああ、そうですか。はいはい、はい。そうえ。じゃあそこで何が起こるかというと、うん あの、もともとこの山田直樹選手は先ほど言った通り、このショルツ、岩尾、ね、ホイブラーテのところに顔出せたってところがあったんですけど、うん、結局右サイドにボール出されると、この右に安井、伊藤、酒井博士3人いて、うんうん、杉岡、長樹という2人がいる状態だったんですよ。はいはい、ちょっと小野選手がまだ届かなかったところがあったんで、3対2だとこのままだと右側の、この裏側の3人集に運ばれてしまうから、そうですね 山田選手が、まあ、この、こっちのこの2個目の黄色の方に今ずれたんですよね。ずれた瞬間に、こう何人かの選手を経由して、浦和はまた岩尾選手にボールを戻したんです。うんうん、でも、坂井博樹選手含めて何人かのボールのやり取りがあったから、うん、ちょっと湘南のこの逆サイドのこのね、浦和の左側にいるような方々も何人かこう、そっちのサイド、坂井博樹選手側にこう何人かずれてくるわけです、うん。なるほど。 その直後に岩尾選手に戻ってくると、うん、先ほど言った通り赤、浦和の方は3人、湘南の方は2人しかいないからズレが1人発生している。うんうん、なおかつ、小野瀬選手まで真ん中からこっちの黄色の方までやってきてるってところがあり、うんうん、大畑選手を 奥にも差し込んでいたから、今度はこっちの黄色の部分も、高橋、石原という二人と、大畑、関根、河木ってことで、なんと裏は局面局面数的を作ることができましたと。で、さらに関根選手があえてこう落ちてくるような動きをしたことによって、うん、石原選手、高橋選手はどっちにつけばいいのかややわからなくなったっていう、その瞬間見計らっていい王選手は、真裏にボールを蹴り、うん <music> 大畑選手が後ろに行って、コオロキ選手も行き、うん、もらってクリアという形になったというのが。マジメ選手もそれを分かっていたということなんですかね。おそらくはそういうデザインプレイみたいなものだったんでしょうね。自分たち左側になんかのサインが来て、右側に行ったってことは、あ、なるほど、あの練習でやってるこのプレイね、うん、みたいな感じだったんでしょうね。全員を使ってほぼね。 湘南の人形を動かして隙を作って大畑コーロキで決めたということなんですね。うん、そういうことですね。ああそ,うはあ、そうですね。なるほどちなみにこの瞬間ってもし、うんえー、失敗したとしても山本選手も、うん、このね、湘南ディフェンダー山本選手もちょっと内側に戻るような動きもあったんで、逆サイドの大久保選手にもう一回振ってたら、この大久保選手からでも決めれたっていう流れはあったと思うから、うもうい、そう、伊尾さんから大畑さんに指揮が飛んで、んそこでパスが通った段階でも、これはなるほど。 裏和だったんじゃないかっていうのが。ですね。岩尾さんが全てデザインしてる規定にているん、ね。そうですね。実際僕このサイスタ行って見てきたんですけど、岩尾、ね、さんの指示からとか、あとは、はい、あの、昭南もすごい頑張って攻めるんです、杉岡選手を中心に。ん<ー>なんだけど、ショルツとホイブラーテンがクリアするものがほとんどもう自分たちのチームの味方にパスされてるような感じもあって、 だちょっと湘南は攻めれば攻めるほど浦和に逆にボールを渡しちゃうみたいな展開になっちゃったっていうところが。真似返すだけじゃなくてね、しっかり自,自分の味方につなげてるというレベルの高さ。うん、そういうことでしたね。<ー>はい。岩尾スイッチってのがまあ湘南戦の時にまずありました。はい。